1794年のコシチュシコ、ロシア軍、プロイセン軍の進路コシチュシコの放棄は、1794年に、ポーランドリトアニア共和国で発生した、ロシア帝国、プロイセン王国に対する反乱。日本では、伝統的に、コシュシコの放棄、コシチュシコの放棄という表記も用いられる。タデウシコシチュシコの主導の下、ポーランドリトアニア共和国の残部とプロイセン領、 ポーランドで放棄が起きた。1793年の第二次、ポーランド分割によりポーランド支配を拡大するロシア帝国やシンロハマグナートによるタルゴビツァ連盟と戦い、ポーランドリトアニア共和国の復興を起としたが、失敗に終わった。その結果、ポーランドリトアニア共和国は最後まで残っていた、領土も分割されて滅亡した。18世紀前半までに、 ポーランド・リトアニア各地はマグナーとの手に握られ、また彼らは黄金の自由の時代を通じて得てきた数々の特権を盾に、それを阻害し得るようなあらゆる改革に反対していた。政務では自由拒否権の乱用により、議会制度が麻痺し、貴族間や外国勢力による買収活動が横行して、一世紀以上にわたり、ポーランド・リトアニア共和国は、 国家機能が半ば崩壊した状態が続いていた。17世紀中盤から共和国の改革を進めようという機運は続いていたが、それは大貴族のみならず、共和国の弱体化を望む周辺諸国にとっても好ましくないことだった。マグナートやシュラフタの軍役回避策が重なって、ポーランドリトアニア共和国軍はわずか1万6000人にまで減少しており、 30万人を要するロシア軍や20万人を要するプロイセン軍、オーストリア軍にとっては格好の餌食であった。1788年から1792年の4年政務において改革に向けた大きな動きが持ち上がった。この時、周辺諸国はフランス革命への対処やオスマン帝国との戦争に暴殺されており、ポーランドに介入する余裕がなかった。 またロシアは、スウェーデンとの戦争も同時に抱えていた。1790年3月29日に、ポーランドプロイセン同盟を結んで、ロシアに対する備えとしたポーランドは、1791年5月5日に、当時としては極めて先進的な5月3日憲法を採択した。ロト戦争と第一次ロシアスウェーデン戦争を終わらせた、ロシア皇帝エカチェリーナ2世は、 ポーランドの新たな憲法をロシアのポーランドに対する影響力を削ぐものとして危険視した。ロシアはポーランドを事実上の保護国とみなしていた。ロシアの大臣、アレクサンドル・ベズバローとかは5月3日憲法を知った際にあり得る限り最悪のワルシャーから届いた。ポーランド王がほとんど主権者になってしまったのだと反応している。 プロイセンもまたポーランドの新憲法に強く反対していた。ロシアと同様、プロイセンは新憲法の下で、ポーランドが強大化して脅威となるのを恐れており、外務大臣、フリードリ・ヒビル・ヘルム・ボン・シューレンブルク・ケーナートは、ポーランドに向け明確かつ率直に、プロイセンは新憲法を支持せず、今後仲介の牢を含めて一切ポーランドに支援を行わないと伝えている。 プロイセンの政治家イバルトフリードリヒ・ホン・ヘルツベルクは、ポーランド人は憲法に投票することで、プロイセン王家に最後の一撃を与えてきたと述べ、ヨーロッパの保守主義者たちの恐怖を代弁している。国内からの反抗もあり、5月3日憲法はなかなか思考に至らなかった。フランチシェク・クサベリ・ブラニツキ、スタニスワフ・シュチェンスヌイ・イッポトツキ、セベリン・ジェブスキ、ー。 シモン・マルチン・コッサコフスキ、ユゼフ・コッサコフスキラ反対派のマグナートは、自らの特権を守るために、ロシアのエカチェリーナ2世に介入を要請した。例えば30年前のレプニン政務で、ロシアの圧力により成立した特権法の数期教法などは、5月3日憲法で廃止されることになっていた。こうした、新ロ派のマグナートは、百九十二年四月十七日に、 サンクトペテルブルクでタルゴビザ連盟を結成した。彼らは新憲法をパリで起こった致命的な諸事件により民主主義の考えに感染したものだとして批判した。また、議会はすべての基本的な法律を破壊し、貴族の持つすべての自由を取り払い、1791年5月3日には革命と陰謀の場となってしまったと主張した。タルゴビザ連盟はこの 革命を克服することを目的とした。自分たちは国家の人々によく敬意を払い、いつも救いの手を差し伸べてくれる優れた公正な女帝であり、隣人であり、同盟者であるエカチェリーナ2世を信用するほかはないとした。すなわち、タルゴビツ連盟はエカチェリーナ2世にポーランドへの軍事介入を要請したのである。1792年5月18日、 ロシアの施設ヤーコフ・ブルガーコフが、ポーランド外務大臣、ヨアヒム・フレプトビチに、戦線復刻を伝えた。同日に、ロシア軍は、ポーランド・リトアニアへの侵攻を開始し、ポーランド・ロシア戦争が勃発した。この戦争は、特に決定的な戦闘もなく、外交的な妥協で事が済むことを望んだ、ポーランド・オスタニスワフ・ニセイ・アウグストが降伏した、ことで終結した。 ワルシャワの古市場庁での反逆者の処刑、スタニスワフ2世、アウグストが外交努力にかけた望みはたちまち打ち破られた。1793年秋に開かれたグロドの政務の議員たちはロシア軍に買収されるか脅迫されていた。11月23日、政務は5月3日憲法の撤廃と第二次ポーランド分割を受け入れさせられた。ロシアは十五万スクエアキラマターズ。 プロイセンは5万8000スクエアキラマターズミ、モノシン領土を獲得した。これにより、ポーランドリトアニア共和国の人口は1772年の第一次、分割前のわずか3分の1にまで減少した。その残存部にもロシア軍が駐留し、独立国とは言い難い状態になった。これは、パルゴビザ連盟のマグナートが自分たちの特権を守る、ために起こした。 行動の結果だったが、今や彼らの行動は大多数のポーランド人民から大逆罪にあたる大罪だとみなされていた。ポーランド軍の大部分はこの降伏に大いに不満だった。タデウシ・コシチュシコやユゼフ・ポニャトフスキなど多くの将軍が王の決断を批判した。戦争に敗れたポーランド・リトアニア共和国は軍を約3万6000人まで減らされた。さらに1794年、 ロシアが1万5000人規模への軍縮を要求してきた。こうした状況で、ポーランド軍に蓄積した不満が、反乱勃発のきっかけの一つとなった。特に戦争で、まだ敗北を喫していなかったコシチュシコにとって、王の降伏ははしごを外されたも同然だった。1792年9月半ばまでに彼は職を、辞し、10月前半にワルシャワをも離れた。コシチュシコは、 ライプツヒに移住した。ここには彼以外にも政府を離れた有力なポーランド軍人や政治家たちが集まっていた。まもなくコシチュシコラはロシアのポーランド支配を覆すべく反乱の準備を始めた。すでにイグナチポトツキやフーゴコーンタイラ政治家のグループが同様の反乱計画を練り始めており、百九十三年の春にはイグナチジアウィンスキラも合流して、 大きな勢力となっていた。イグナツポトツキラは以前から反乱を計画していたが、コシチュシコが計画に加わったことは彼らにとって何よりありがたいことだった。コシチュシコは全ポーランドで人望が厚く広く人気があったからである。1793年8月にコシチュシコがライプツヒに戻った際、彼は仲間たちに反乱結構を求められたが、三国を 相手取った反乱は、称賛が薄いと考え迷っていた。9月に彼は密かに国境を越えて、ポーランドに戻り、ユゼフボジツキライの通じた高級軍人たちに会った。ポーランドでの反乱計画の進捗が遅れていることを知ったコシチュシコは決起の延期を決め、イタリアに旅立った。しかし、ポーランドでは、彼の予想を上回る速度で状況が変化していた。ロシアとプロイセンの圧力で、 ポーランド軍がさらに縮小されることになり、しかもこの軍縮でポーランド軍を離れた部隊がそのままロシア軍に編入されることになったのである。さらに1794年3月にはワルシャワで反ロシア革命派の摘発が始まり、多くのポーランドの政治家や軍人が逮捕された。放棄の前倒しを決断せざるを得なくなったコシチュシコは急遽帰国し、 1794年3月15日にクラックフに到着した。1794年3月12日、第1ビエルコポルスカ国民騎兵旅団長のアントニー・マダリンスキは、福音命令を拒否し、オストローエンカからクラックフに進軍した。これをきっかけに、ポーランド各地で反ロシア暴動が勃発した。クラックフに駐留していたロシア軍は、 マダリンスキ軍と対決するために一旦撤退を命じられ、反ロシア軍は抵抗なくクラクフを奪うことに成功した。しかし、クラクフにいるロシア軍の武器を奪取するというコシチュシコの当初の計画は潰れてしまった。先制するタデウシコシチュシコ1794年3月24日、アメリカ独立戦争帰りにして対ロシア戦争に活躍してきた英雄。 タデウシュ・コシチュシコは、コシチュシコの宣言として知られる演説を行い、反乱の開始と全ポーランド軍の結集を宣言した。また彼は次のようにも述べた。これらの力を、いかなる人をも抑圧するために使うのではなく、ポーランドの完全な国境線を防衛し、国家の独立を取り戻し、世界の自由を高めるために用いるのである。タデウシュ・コシチュシコ、ポーランド軍を応急的に、 強化するため、コシチュシコは、マオポルスカに対し、ご生体ごとに少なくとも一人、カービンジュパイクもしくは、斧を持った、男性兵士を出すよう布告した。さらにコシチュシコの下で、クラックフの委員会は18歳から28歳の、すべての男子を徴兵した。この動員策で集まった兵士に対し十分な装備を、与えるのが難しかったため、コシチュシコは、 大釜を持った農民たちで大規模な部隊を編成し、コスイネシュと呼んだ。コシチュシコの放棄の布告エカチェリーナ2世は、反乱が小規模なうちに早期鎮圧しようと考え、京ドルデニソフ少将にクラクフ攻撃を命じた。4月4日、ラツワビツェ村近くで両軍が退治した。このラツワビツェの戦いで、コシチュシコ軍は数でも装備でも圧倒的だったロシア軍を破った。 壮絶な戦闘の末に、ロシア軍は戦場を放棄して撤退した。海戦に勝利したとはいえ、コシチュシコの軍はあまりにも小規模で、効果的に敵を追撃して、マオポルスカからロシア軍を駆逐することができなかった。そのためこの勝利の戦略的価値はなきに等しいが、ロシア軍に勝ったという知らせが、ポーランド中を駆け巡ったことで、他の地域から次々に、 人々が反乱軍に参加しに来た。4月上旬までにロシアに送られる予定でルブリンとボルイーニに集結していたポーランド軍がコシチュシュコ軍に合流した。4月17日、ワルシャワのロシア軍が反乱に加担しているとみなした者の,の逮捕と、ワルシャワ内にいるスタニスワフ・モクロノフスキ元帥廃下のポーランド軍の武装解除を試み、 ミオドバの交渉を制圧したことをきっかけに、スタニスワフ二世、アウグストの優柔不断にしびれを切らした、ヤンキリンスキによるワルシャワ放棄が勃発した。ロシア軍司令官、イオシフ・イゲルストラムの無能ぶりや、放棄の日が火曜日で、ちょうどロシア守備兵たちが生産のため教会に行っていたことにも助けられ、ワルシャワ放棄の初動は成功した。 一般市民の支持と支援も取り付けた反乱軍はロシア軍に多方面から奇襲を仕掛け、また放棄の波がワルシャワ全体に広がっていった。二日にわたる戦闘の後、当初5000人いたロシア守備兵は2000人から4万人の損害を出してワルシャワから撤退した。4月23日にはビリニュスでもヤクプやシンスキラが放棄し、 同様の放棄が旧ポーランドリトアニア共和国の諸都市で次々と発生した。一方で復活祭に参加していた非武装のロシア兵が虐殺されたことについて、ロシア側は人道に対する罪と非難し、後のプラガの戦いの際のワルシャワ市民に対する報復虐殺につながった。ポーランド反乱軍5月7日、コシチュシコはポアニエツ宣言を発し、 ポーランドにおける部分的な濃度解放を行い、全農民に自由権を与えた。彼の信仰は各地の貴族の抵抗を受け、完全に施行されることはなかったが、それでも農民たちを革命戦争への参加に借り立てるには十分だった。この時、それまでは国王選挙権のあるシュラフタ以上の貴族を指していた国民の範囲がポーランドで 初めて農民まで包括した概念へ広がった。クラックフの農民運兵の旗。ザウィア・ワイ・ブロニアという標語があしらわれている。シチコチニの戦いこうした極端な新兵編成や改革の約束によって数が増えたとはいえ、未だ、ポーランド軍の兵力はわずか6000人の農民兵と、騎兵9000人の兵士に過ぎず、敵と比べて、 致命的に少数であることは否めなかった。コシチュシコの動きを危険視したプロイセンは、ポーランドプロイセン同盟を破り、5月10日に、フランシス・ファフラと率いる17,500人のプロイセン軍が越境し、北、ポーランドにいた9,000人のロシア軍に合流した。6月6日、コシチュシコは、シュチェコチニの戦いで、ロシアプロイセン連合軍に敗れ、8日には、ヘウムの戦いで、 ユゼフザヨンチェク将軍がロシア軍に敗れた。ポーランド軍はワルシャワに撤退し、コシチュシコの指揮の下で街の防備を固め、1万6千人の兵士、1万8千人の農民、1万5万人の市民が立てこもった。6月15日、プロイセン軍がクラクフを抵抗を受けず占領した。7月13日、イバン・フェルセン率いる四万千人のロシア軍と、 フリードリヒビルヘルム2世へ率いる2万5千人のプロイセン軍がワルシャワを包囲した。8月20日、コシチュシコの呼びかけに応じて、ユゼフ・ニエモ・イエフスキラがビエル・コポルスカで放棄した。これに対応するためプロイセン軍がワルシャワを離れ、9月6日までにロシア軍を撤退し、ポーランド軍はこの第一次ワルシャワ包囲戦を耐え抜くことに成功した。 農民の服装をしたポーランド的弾兵、コシチュシコとは別行動をとっていた。リトアニアの反乱軍は8月12月に、ロシア軍がビリニュスを制圧したことで鎮圧されたが、ビエルコ・ポルスカの反乱軍の方は一定の成功を収めた。ヤンヘンリク・ドンブロフスキ率いるポーランド軍は10月2日に、ブイドゴシチュを占領し、抵抗を受けずに、ポメラニアンに侵攻した。 機動力に優れるドンブルフスキ軍は、プロイセン軍との正面衝突を避けつつ、プロイセン軍の大部分を中央ポーランドから撤退させて、ビエルコ・ポルスカに引き付けることに成功した。しかし彼も長期間プロイセン領ポーランドに泊まることはできず、中央ポーランドへ撤退して、コシチュシコの本軍と合流した。マチェヨビツへの戦いのコシチュシコその間に、ロシアは、 アレクサンドルスボーロフ率いる増援をワルシャワ付近にいるフェルセン軍の下に送った。9月17日のクルプチチェの戦いと19日のテレスポルの戦いで勝利したロシア増援軍はワルシャワに向けて進軍を始めた。ロシア軍の合流を阻止するべく、コシチュシコとシェラコフスキ将軍はワルシャワから2部隊5000人を率いて出撃した。10月10日、 彼らは、マチェヨビツエで1万4千人のフェルセン軍と対峙した。このマチェヨビツエの戦いで、コシチュシコは負傷して、ロシア軍の捕虜となり、サンクトペテルブルクに送られた。コシチュシコの後を継いだトマシュバ・バブジェツキは、反乱軍内部の権力闘争を投与できず弱体な、一部隊の指揮官になり下がってしまい、政治的主導権は、ユゼフ・ザ・ヨンチェクに握られた。彼も、 また左派のポーランドジャコビン派から右派の王統派貴族にまで至る集団内の不一致に対処しなければならなかった。増援軍との交流を果たしたロシア軍は11月4日にワルシャワ郊外で行われたプラガの戦いでポーランド軍と衝突した。4時間に及んだ残酷な白兵戦の末2万2千人のロシア軍はポーランド守備隊を破った。スボロフはコサック兵に ワルシャワの略奪と放火を許可した。このプラガ虐殺で約2万人のポーランド人が殺された。ザヨンチェクは負傷し、ポーランド軍を捨てて逃亡した。11月16日、バブジェツキはラドシツェ付近でロシア軍に降伏し、ここにコシチュシコの放棄は終結した。反乱を経て、ポーランド国家は完全に崩壊し、翌1 7 5年にオーストリア、 ロシア、プロイセンによる第三次ポーランド分割が実施された。コシチュシコの放棄の失敗の後、ポーランド国家は123年もの間、地上から姿を消した。従来のポーランドの法制度は、次第に総主各国のものに入れ替えられた。一方で、コシチュシコの放棄は、ポーランドと中央における近代的政治運動の幕開けと考えることもできる。 コシチュシコのポアニエツ宣言を受けて、ジャコビン派は、ポーランド極左運動を立ち上げた。ポーランドの政治家たちは、国家消滅後も19世紀を通じて、ポーランド内外で活動を続けた。また、ポーランドに軍の大部分を縛り付けられたプロイセンは、フランス革命に十分な対応を取れず、ポーランド分割三国を破ったナポレオン・ボナパルトは、 衛星国ワルシャー公国という形で形ばかりながら、ポーランド国家を復活させた。ポーランドの領域が三分割されたことは、この地域の経済に破滅的な打撃を与えた。数世紀にわたって構築されてきたポーランド市場が解体され、各都市の取引関係が崩壊したためである。いくつもの銀行が倒産し、共和国時代に整備された。 工業中心地も閉鎖を余儀なくされるものがあった。またコシチュシコや彼以前の改革者たちが取り組んだ濃度、解放政策も放棄された。三国とも新たに獲得したポーランドの領民には重税をかけ、ポーランド人は重い負担に苦しむことになった。教育制度でもポーランドは抑圧を受けた。百七十三年に設立された世界最初の教育中央省庁だった。 国民教育委員会は廃止された。これは絶対主義的な政府が国内少数派のポーランド人が教育を受けて再び力を得ることを嫌ったためである。ワルシャワに大学を建設する試みもプロイ戦闘局に反対されドイツ領やロシア領ではそれぞれドイツ化、ロシア化が強制された。唯一オーストリア領では政府によるカリキュラムへの介入が少なかった。 S.I. ニコワイエフによれば、文化的側面から見ると、ドイツやロシアの啓蒙思想が流入したことで、ポーランド文学や美術はむしろ発展した。ポーランドの知識人は、特に、ロシア領においては激しく迫害され追放された。コシチュシコを支援した、数千家のシュラフタが地位と領土を奪われ、その土地は、ロシアの将軍やサンクトペテルブルク宮廷の、 皇帝側近に与えられた。これに伴い、約65万人に及ぶポーランド人ロードがロシア人の支配下に移ったと推定されている。リトアニアやルテニアを中心に多くの貴族が南ロシアに追放され、ここでロシア化を受けさせられた。その他の貴族もロシア当局に貴族の地位を奪われ、それまでポーランドで享受してきた特権や社会的地位を失い、 軍役や統治へ関与できなくなくった一方で、ポーランドリトアニア共和国時代にはカトリック領主の抑圧を受けてきた西ウクライナやベラルーシの聖教農民はロシアによる支配を歓迎した。実のところ、東ベラルーシでは聖教とは少数派で、住民の多数派は東方天霊カトリック教会に属しており、彼らが自由を手にすることはなかった。農民は、 コシチュシコの名や、濃度性廃止を口にするだけで鞭打ち刑を受けた。リトアニアに報道を与えられたプラトンズボフは、悪条件に不満を言った多くの農民を拷問して、殺害したことで悪名高い。その他にも、ロシア当局は、旧ポーランド領に重い徴兵制を敷き、徴兵された者は、ロシア帝国陸軍で極めて長期間にわたり従事、しなければならなかった。とはいえ、 ポーランドリトアニア共和国時代でも農民は貴族から過酷な搾取を受けていたので、ロシアの支配下に入ったことが農民の生活にどれほどの影響があったのかという点については議論が続いている。ありがとうございます。